泉元秀7月18日から1995年6月30日は狂言家と能楽師、泉流19世宗家。三宅東九郎の長男安行として生まれる。泉流は宗家不在の状態が長く続いていたが、1943年6歳の時に泉流宗家、山脇泉家の養子となって、泉流19世宗家を襲名。 のち名字を流派名の泉に変えて、泉元秀を名乗った。古曲の復曲、新作の発表、海外公演などを精力的に行った。芸能祭優秀賞を5回受賞。1972年、重要無形文化財保持者に認定される。長女の巡子を日本初の女性狂言師とした。1990年、父である旧姓、三宅東九郎が亡くなると、 病石を辞書に襲名させた。周囲は九世の次男、三宅右近が継ぐと思っていたこともあって、物議を醸した。1995年に57歳で死去。あと、長男の泉元屋が継いだが、これをめぐって、泉流宗家継承騒,騒動が持ち上がる。泉家は19世としているが、13世とする、異論がある。九世、三宅東九郎は5世。 野村万蔵の次男なので、野村万蔵家の弟筋が宗家を継いだことになる。ありがとうございます。